小泉産業株式会社は、大阪市中央区ビンゴ町に本社を置く、照明器具並びに家具を製造する企業である。小泉のブランドで知られる。なお、東京都台東区に本社を置き、東天紅や、アブアブ赤札堂、富士サファイリパークなどを参加に置く、小泉グループ株式会社とは無関係である。1716年創業、大見商人をルーツに持つ企業である。 1943年同社設立に伴い製造業を本格的にスタート。後に照明器具、家具が主力商品となる。2015年10月、関連会社の小泉正規、株式会社と共有するブランドロゴを刷新し、ブランドステートメントとして違う発想があるを制定した。2016年創業より300周年を迎える。 1957年より本格的に市場参入、住宅向け、店舗施設向けの器具を開発。特に住宅向けにおいては、インテリアデザイン性の高い器具に強みがあり、店舗施設向けにおいては、配置配光の空間提案、特注デザイン器具の製作も行っている。家電店での小売りよりも設計士などプロ向けに展開しており、同社グループの収入源である。 2006年よりグループのホールディングス化に伴い小泉寺明株式会社にて事業を継続している。1967年より本格的に市場参入。多くの重機会社が事務用品を手掛ける中でもっぱら家庭用家具を製造。現在は子供向け学習デスクに特化しトップシェアを誇る。かつては毎年4月の入学時期になると必ず 6.33で12年、小泉学習机という CM が流れていた。過去にはテレビ東京系ポケットモンスターのアニメ番組がスポンサーについていた。2006年よりグループのホールディングス化に伴い、小泉ファニテック株式会社にて事業を継続している。これまで照明器具と学習家具の両事業を運営してきたが2006年4月1日より、 各事業に特化した会社を設立し、ホールディングス体制へ移行。それぞれの専門領域の中で事業を展開している。ありがとうございます。